1976年の茶屋川駅と、周囲約500メートル範囲。左が、セタナ方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成茶屋川駅は、かつて、北海道山越郡をシをマンベ町あざ茶屋川に、設置されていた、日本国有鉄道セタナ線の鉄道駅である。電報略号は夜間。 セタナ線の廃止に伴い、1987年3月16日に廃駅となった。所在地名より、昭和初期に付近の都市別川と訓練川の上流に砂金採取業者が入った際、当地に腰掛け茶屋があり、付近に掛けた橋が茶屋川橋と名付けられたことに由来する。廃止時点で短式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは、 線路の南西側に存在した。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎を改築した、間口が狭く天井の高い駅舎が残っていた。駅舎は、校内の西側に位置し、ホームに接していた。ホームは、砂利式で短かったが、多くの花が植えられていた。2000年時点で、函館バスのバス停が、旧駅前に設置され、崩れたホームが草に覆われて残存していた。 2010年時点でも同様で、さらに民家の裏に、51、2の、キロポストが倒れて残存していた。駅構内自体はさらちになっており、土地の境界に、枕木を再利用した柵が設けられていた。また、駅周辺の訓練川に注ぐ沢に橋台などが、残存している。ありがとうございます。